2021年全日本男性合唱オンラインフェスティバル開幕です。皆さんこんにちは、全日本の男性合唱のファンの皆さん、お待たせいたしました。ご存知の通りですね、コロナ禍で2年間本当に歌えない状況が続いて、特に2020年に長野県でやるはずだった男性合唱フェスティバルができなくなってしまいました。それでどこからともなくですね、ぜひ男性合唱やりたいよね、オンラインでできないかなという話が起こりまして、で今回企画いたしました。そうしますと、なんと嬉しいことに、予想の20がはるかに超えて29団体から、全国から素晴らしい映像が送ってこられました。本当に皆さん感謝申し上げます。で今回はその映像に関しまして、それぞれコメントをいただこうということで、講師の先生とお二人お願いいたしました。よくご存知の先生お二人ですので、ご紹介したいと思います。まず広瀬康雄先生です。よろしくお願いいたします。先生は本当にも関西学院ですね、管楽の指揮者として大活躍されています。それから OB たちの演奏ですね、それも本当にコンクール、それから演奏会で素晴らしい演奏を聴かせてもらってますので、楽しみです。それからもう一人、山脇拓也先生です。おなじみのお江戸コラリアーズの指揮者、それから客演でもこれもまたいろんなところで活躍されていますが、どうぞ先生方、どうぞよろしくお願いいたします。申し遅れましたが、私は全日本の理事をしております大阪の清原博人です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、じゃあオープニングで、早速先生方お二人でですね、お聞きしたいのは、どんな感じでした、見ていただいてですね、大変だったのか楽しかったのかですね、そのあたりをまずお話しいただければどうかなと思います。広瀬先生からいかがでしたか。もう本当楽しかったですね、はい、もうバラエティに富んだ映像、本当に個性豊かな演奏ばっかりで、まあレベルはもうピンからキリまでみたいな、まあ、それはあると思うんですけども、とにかく男性合唱を楽しんでいるその様がですね、このコロナ禍にあって本当に感動的に思いましたね。本当に確かです。はい、ありがとうございます。山内先生いかがでしょう。いや、もう今おっしゃっていただいた通りで、もう本当に面白かったとしか言いようがないんですけど、俺生で聞きたかったなっていうのもいっぱいあってですね、これはすごい次回は絶対生で聞きたいと思いました。はい、本当にまあピンからキリまでですけども、これやっぱり男性合唱ならではですよね。そうですね、なんかこう楽しみ方人それぞれで、ね、4人から100人まで、うん、どんな携帯でもやっぱり楽しめる。350人もうね、あれが本当にやっぱこの男性合唱の面白いところ全部入ってる感じですよね、うん、もう本当ぜひお楽しみいただければと思います。あと曲名がほとんど被らなかったですよね。それもすごいなと思いました。北は北海道から九州までですね、全部29団体、本当に歴史的な歴史のある団体から、それから若い学生さん、大学生も当然あります。それから高校生で、なんと一人で、実は後で出ますが一人で合唱してる方がおられるんですね。これも面白いよねって形で、この時代だからこそっていう形で、そういう映像もありますので、お楽しみください。じゃあ早速ですが行きましょうか。それでは関西支部です。京都府の男性合唱団アルシェの皆さんです。共産グリーといいまして、一時期コンクールですごくたくさんの、黄金時代があったんですが、そのメンバーがですね、初めて全国コンクールで賞を取った時に、現役と OB でじゃあ一緒に歌おうかって形で始まったそうです。アルシェといいますのは、その共産のシンボルマークですね、伊手座の車種のことをフランス語でアルチェというらしいですが、そこからまずお願いしたいと思います。それでは映像よろしくお願いいたします。私たちは京都産業大学グリークラブ OB 会男性合唱団アルチェです。昨年9月に演奏会を開催する予定でしたが、1年延期、本日10月17日本番を迎えることができました。満足な練習もできなかったですが、とにかく集まって歌う活動を止めない、これを何よりの目標として頑張ってきました。それではその模様をお伝えします。
い、素晴らしい演奏ありがとうございました。それでは好評の方よろしくお願いします。これは庭園なんですよね。1年演奏会1年なんか延期されて、ね、ようやくできたという。開催おめでとうございます。はいはい、それにしてもあの京都コンサートホールでね、羨ましいですね。羨ましい本当に。いや、いつもながらそのアルシェさんの特徴というと、その柔らかくてね、なんて言うんでしょう、心地よいハーモニー、いつも感銘を受けるんですけど、特にあの2曲目 の、 あの低いところであのミッシュワンがありますでしょ、あそこが見事にハモってたっていうのはね、男性合唱で低いところ難しいですね。本当に難しいです。もうなんかやっぱりハーモニーの美しさがやっぱりもう本当に目を引くんですけど、特に最後の曲のところのディミネンドがねすごい美しくて、あの本当に願いが叶わなそうな感じがしてあのすごい好きでした。はい、あとブレザーね、あの多分なんか着てはった人が多分共産グリーンの現役の方なんじゃないかなと思ってちらほらいらっしゃったんで、またね人数増やして頑張ってほしいなと思いました。いや、それよりね、あのイントロでね、北田さん、MC されたときにバックでかかっていたただだけありましたでしょ。あれもっと聞きたかったなと思ったんですけどね。めちゃうまかったですよね。ね、いや、本当にジャンルを問わず素晴らしい。ね、本当に素晴らしい、ね、レパートリーも広そうですよ ね、うん、ね。またこれからも活躍期待したいと思います。それでは2番目の団体です。北海道支部から。北海道大学合唱団の皆さんです。よろしくお願いいたします。Oh.
はい、素晴らしい演奏ありがとうございました。今年と去年と定期演奏会が、ね、中止になっているというふうに伺っています。でそんな中でこの、オンラインフェスティバルに参加してくださって本当に嬉しく思います。もう演奏は本当に素晴らしいですね。この年 の全国大会の演奏、金賞を取られた演奏ももちろん聴いてるんですけども、それよりもやはりクリアに言葉が飛んできていました。やっぱり作品への共感がすごいありつつも、うん、でそれを情熱に任せないですごく一つ一つを技術的にクリアされているのが北大らしいなと思いました。いや私ね感覚グリ振ってまして、はい、最強のライバル間違いない なんですけども、彼らが2020年の2月の定演ということはですね、はい、ちょうどコロナ禍に入る直前の直前、本当にうちの感覚の環境とも相まってちょっとグッとくるんですけども、はい、それにしてもクリアな音質と画像、うん、すごく、プロが作ったなっていう、なるほど、そんな感じがしましたけど、これは映像会社への褒め言葉ですね。そう、あ、いやいやもう演奏もその、サウンドクリアで、ね、ハーモニーも、申し分なく、もう指揮ももちろん美しいし、そうですね、言うことないなという感じですね。うん、まあ、私先日鈴木紀夫先生の、ね、はいはい、英傑の作品なんですね、うん、だから完璧に歌詞が頭に入ってるわけですね。だからこの詩って結構字面では分かるっても聞いても分からないという、そうです、ね、言葉がいっぱいあるんで、うん、それがすごく先ほども言われたように言葉がクリアに、ね、うん、聞こえてきたなという気がしました。そうですね、ぜひ来年度はね定期演奏会ができることを本当に願っていますの です、ね、春の新刊等々頑張って、また今回、ね、頑張ってください、はい、頑張ってください。はい、本当お見事でした。はい、次行きましょう。中国支部岡山県からはコール・ロジェアーノと、申し上げます、の参加です。実はそのイタリア語でロジェアーノと言いますのは大会多くの意味なんですね。平均年齢が70歳を超えてられるということで、合唱会に頑張ってこれから船出をするんだって形で始まったんですけども、毎年実は、男性合唱に参加してくださっています。では映像よろしくお願いいたします。Oh.
はい、素晴らしい演奏ありがとうございました。何度もねロチアノさんはダンフェスに参加をいただいていて、うん、岡山の時からずっとね参加いただいているんですけれども、なんか前よりもこう人数がまず増えているのと、あと音楽的にも声がすごく充実していて、ね、安定してる、はい、無伴奏作品なのにすごく安定した演奏だなと思いました。いや最初ねテロップで70歳以上、あそう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 、本当かなと思って、あのイントロで、ね、流れたあの君歌えよ、はいはい、あの声はどう見ても同じではないですよ ね、 あれはそうそう、なんか50歳ぐらいでも全然違和感ないですよね、うんうん、あとあのスライドであの振り付けの練習なんかやってるやるなと、ね、やっぱなんか勢いが感じられますよ ね、 そうですね、アカペラをあんだけねこなしてる、うん、なんか身内のなんか発表会みたいなのを企画されて、うん、なんかこのコロナの中でもすごい活動を継続されている様子が 見られて、うん、いろいろ工夫があって素晴らしいなと思いましたね、うん、ぜひこれからも頑張ってください。はい、次行きましょう、中部支部長野県から男性合唱団善です、長野県といいますと有名なほらお寺がありますよね。
善光寺の善なんですけども、2003年親父たちがですね大声で歌って、当時不況と言われたんですけども、長野県を元気にしようって形で、発足したそうです。ですから経営者の協会とか商工会議所のメンバーが中心だったんです。ですから今でもそういう、いわゆる名士といいますか、そういう方がたくさんおられる。80人の団員が実動的に活動しているそうです。お楽しみください。それではお願いします。男性合唱団善です。昨年は長野市での全日本男性合唱フェスティバルが流れてしまい残念でした。新型コロナウイルスに翻弄されつつも、善の持ち味である遊び心に満ちた歌で長野を元気にしようと活動を続けています。Oh, my God.
て続いて後に兵士はお嬢喫茶にござりまする。節分の夜の大火、夜鷹を代わり突き落とし、百両奪って高払い。素晴らしいですね。振り付けもあったし、演出も素晴らしかったです。前の皆さんにはね、去年のダンフェスの準備をもう本当に精力的にされて、もうそれが中心になってしまって本当にね、大きな毒でしたけど、こうしてまあ映像で拝見できるだけでも本当に嬉しいことで、でもこんだけもともと80人いらっしゃるんですか。映像ではね、64人ということなんです、ね、こんだけいらっしゃったら何でもできるなという、ね、本当語りとかね、ソロも本当人材豊富で、もう立派な声の方がいっぱいいらっしゃいますよね。
芸達者で本当に最初に喋られたあの標識の女性の方もなんかすごい通る声で素晴らしかったんですけど、どうなったんでしょうね。本当に楽しそうで、特にあの千原先生の曲って、なんかそのまま演奏しただけだとちょっと面白くならないじゃないですか。だからすごく見栄えも、ね、ちょうど真ん中が空いてて、あの人が立ってなんか映えるような感じで並んでらっしゃる、いろんな演出ができる、もちろん曲の、ね、作りとしてもすごく素晴らしいし、うん、音楽的にも素晴らしい演奏ですよ ね。指揮者だけがあのマスクしてたらどういう多分あれは黒子の役だったんじゃないですか。そういう意味ですよ、ね、指揮者の方がそろそろ歩いてくるのも面白かったです。ぜひまたあの長野 で、ぜひ生でお聞かせいただければなと思います。はい、それでは次に参りましょう。四国支部の愛媛県からお越しくださいましたタイムロッカーズの皆さんです。とにかくバーバーショップ楽しいステージです、それからなんと映像がまた素晴らしいからそれも合わせてお楽しみください。それではお願いします。Don't blame me on the moonlight.
From myself.
すごい、いや素晴らしい、すごいこれね、あの私ね2019年にアメリカのバーバーショップコンベンション行って、その時にチャンピオンになったのがシグニチャーっていう、あの映像の中に、中に入ってた、あれあのカルテットのレパートリーってめちゃくちゃ難しいんですよ。聞いててもこれ、うん、それをね、あのチャレンジングですね、本当にもう見事にこなしてる。私嬉しかったですね。本当にバーバーショップをね、このやらんでくれたっていうのと、うん、このシグニチャーのレパートリーを、あの Think とね、ブギーと、すごかった。うん、いや、嬉しい。あの各それぞれの個性がすごい引き立ってましたよね。あと映像凝ってましたね。そうそうそう。スライドがいっぱい。すごかった。あれ、バーバーショップってよくね、スターゲイザーとかも先生やってらっしゃいますけど、うん、あどう、まあ、僕らなんか聞いてうわすげえ楽しいぐらいで終わってしまうんですけど、もうちょっと深い聞き方って何かあるんですか？ね、ハモリ普通にねハモるというのを超えて、うん、その倍音がね鳴りまくる、その、うん、あの境地というかその次元まで、うん、行くのを目指してるわけですね。うん、うん、だからあの倍音が鳴り出すとね、なんかギュイーンという感じでホール全体が鳴り響くみたいな、うん、それをあの目指してる。そうなんですね、そこにはまってしまうともう抜け出せない。いや面白いですよね。いや彼らもいかにやってほしいな。うん、いろいろ、ね、本当グッジョブでした、ね、愛媛大学 の、 あの OB の方と現役の方ということなんで、ね、愛媛大学もちょっとなんか大変っていう話を聞いてますから、ぜひ来春向けて頑張ってください。続いて九州支部福岡県の九州フレッシュメンコアの皆さんです。結成が1997年1月、北村教授先生の指揮でですね、草野晋平の詩を歌おうって形で九州で本格的な男性合唱を作ろうって形で始まったそうです。それではよろしくお願いします。草花の芽吹き空
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、なんか素晴らしい短歌だなと思ってふと見ると、うん、源田修一郎先生、ね、いやすごいいいですね。あれね、この段はね、あの、はい、源田さんの、ふるさとの四季の男性版を移植した団体なんですね、はいはいはい、そうですか、はい、ですごく交流がそれからあって、うん、去年もいろんな移植されたんじゃないですか。そうなんですね。それしてもこの会場ってこのために借りられたんでしょうかね。ね、なんかお客さんは無観客でいらっしゃらないような感じだったので、はい、すごく残響が、ね、あって、なんか素敵なホールですね、うん、この演奏はやっぱりなんかこうすごくあったかい音がするんですけど、そうです、ね、なんかやっぱ男性合唱ずっとやってらっしゃった方が多いんですかね。と、そうなんですけど、うん、あの、ま、ただあの竹田地さん、竹田地さんの、ま、人柄でこう集まってきたという、あの、そうですか、ね、本当にね、あったかい団ですね、うん、私もあの客演で呼ばれたりするんですけど。あ、そうですね、はい、よく客演されてますよね。最近はバーバーショップを振りに。あ、なるほど。してるんですけど、それ来年ね25周年を迎えるということ で、ね、で大きな演奏会を、ね、うん、企画されてるみたいな。そうですね、ぜひ25周年成功されてほしいです ね、私も呼んでください。はい、それでは次は関西支部から兵庫県の、メンネルコールスッキャネン。すごく素敵な名前ですよね。合唱が好き、歌が好き、仲間が好きって非常に、素敵だと思います、指揮者のメッセージが初めにありますので合わせてご覧ください。それではお願いします。皆さんこんにちは、メンネルコールスキャネンの朝倉です。今回全日本男性合唱フェスティバルがオンラインで開催されるということを聞き、ぜひともアポライしたいと思いました。なかなか従来のように全員が全員で集まって、練習することが難しい状況が続いています。私たちメンネルコールスキャネンも同様です。練習の後に、飲み会もやってましたが、その飲み会もできないために、なかなか練習の参加率が上がらないというのが現状で、コロナ前と同じような活動がなかなかしにくい状況が続いています。しかし、この以前と同じように再び荒削りではありますけれども、熱い演奏が皆様にお届けできればというふうに思っています。今からお届けいたします演奏は丹波篠山市で、の丹波篠山田園公共ホールで、行った演奏会の映像でございます。今年の9月に日本で公開されたばかりの映画水俣というのは、1000人以上の死者を出した水俣病についてのものでしたけれども、今から演奏いたします修理連園の中の雪水銀という曲もその水俣病を背景に書かれたものであります。このような状況であるからこそ、そのように無差別に公開で苦しんだ人がいた、あるいはこれから長い人生を楽しみにしておられた方が、大切な命を落とされたという事実はいくら時代を経ても変わるものではありません。そのような苦しみを味わった人に思いを寄せて、そのような過ちが二度と起こることがないように熱いメッセージで、熱い男性合唱で、メッセージを伝えたいというふうに思います。よろしくお願いします。しばらくの間じゃ、塩は
こっちの村は死人が続いて大騒動になった。すごいですね。いや、朝倉さんの顔のドアップで始まってちょっと引きました、ね、いやでもね、このシリアスな曲をね、この時世にね、まっすぐ取り組まれる、立派だと思いました、ね、ようやりますよ ね。ただでさえコロナでしんどいの、うん、歌って明るくならないですよね。まっすぐな、ほんまに偉い、偉すぎる素晴らしい。いやでもダイナミックレンジのあの人数でね、すごく広くて見事な演奏だったと思いますけど、ね、なんか20周年あ、もう20年超えるみたいな ねえ。いや関西のね、コンクールにこう彼ら出てきた時なんか、はい、鮮烈なデビューっていう感じで私は受け止めてたんですけどね、あ彼らもう20年経ったんだって、そんな感じ。10年ぐらい前に僕はあのサンダのあのコンテストでご一緒したことがあって、ハモラッセ、ハモラッセ負けました。ほんまにぜひね、20周年超えてこれからも頑張ってください。ありがとうございました。続きまして東北支部です。山形県から男性合唱団ら時系老祖と申し上げます。時系老祖と言いますのはイタリア語で楽しく陽気に歌おうってことだと思いますが、将棋で有名な天童市で活動されているみたいです。先生はですね、テノール歌手でなんか素敵な発声をされているかなと思います。未加盟ですけども参加してくださいました。それでは映像よろしくお願いします。はい、じゃあ始めます。
味わいが。なかなか。この会場もね、すごく雰囲気がいいですよね。練習場所だと思うんですけどね。うん、なんかすごく素敵な場所ですよね。いや、私がね、感銘受けたのは、はい、この味わい深いそのビブラート。ビブラート。ね、なるほど。もう合わせようとかそういう次元じゃなくて、その表現力をどこまで高められるか、それに表現力にこう自由の翼を与えたみたいな。なるほどなるほど。そんなね、かあの気持ちにさせられてね、すごく気持ちよかったですね。なんかビブラートっていうとちょっと悪役なイメージがありますよね。ますけども、いや、これは表現力の必要な、必要なビブラート、そうですね。だから吉幾三さんの、ね、曲なんかすごくなんか旋律が綺麗ですよね。そ、まあ、揃ってるとかいうことじゃなくて、その、お一人お一人の味わいが、そぎ落として、ね、合わせるというのも一つの方向かもあるかもしれませんけど、これはありですね。ありですね。ありです。これはありですね。素晴らしい。そう思います。僕はあのこのカスバの女のそのカスバが何やねんっていうのがずっとこうなんかあれこの映像を見てから頭を駆け巡っております。あの調べていろいろ分かったんですけど、何やカスバっていう常に思ってました。はい、ちょっと変な話ですね。いやでもね、やっぱりあの年を重ねていかないと出せない味っていうのは絶対あるんですよね。曲もぴったりでしたね。本当もうバッチリでしたね。ぜひこれからも、はい、待ってください。はい、参ります。関西支部兵庫県の、コールセコインデの皆さんです。前から気になっていたきたんですけども、セコインデっていうのがほらセコインデネタイってことらしいです。そこら辺の話も伺えるかもしれません。それでは映像よろしくお願いします。
ありがとうございます。いや素晴らしいですね。いやこの会場がですね、うん、あの関西学院の中央講堂という、はい、まあ、の場所で、まあ、毎年あのゴールセコインで の, あの庭園をやらせてもらってるんですけども、あ、まあ、最近ね、うん、ただねあの見てくれとか見栄えよりもあの響かないところでつってあの背面にあの吸音材が貼り付けてあるという、ちょっと30名ぐらいで歌うと厳しいホールではあるんですけどね、まあ、あのマイク位置もちょっとあの個人の声を拾ってしまう感じで、あのちょっと私にとってはなぜ私がこれを OK したのかっていうことにつながるんですけども、いやいやいや、言えんそうだと思いますよ。でもあの最長老がねあのソロしましたけど、あのソロ、はい、最長老失礼ですけど、70いくつかな、とにかくとても70超えの方の声とは思えないですね。白鷺はね、いや白鷺はもうトップテノールにとっては一度は歌いたいソロの一つですから、そうですね、見事なソロでしたね本当に。いやいやいや、もうちょっとねアップとかね、こう、まあ、固定であの距離はちょっと見てらっしゃる皆さんも辛かったんじゃないかなと思ったりするんですけど、声は十分ね届いておりました、はい、まあ、今年あの40周年を迎えまして、またますます元気に来年からも頑張ろうと。すごいですね、40年。私が中学の頃、いやいやそんなはずはないと思いますけどね。ぜひこれからも頑張ってください。はい、それでは次参ります。中部支部からは、愛知県愛知男性フェス合唱団の皆さんです。愛知県ではですね男性合唱フェスティバルを、2016年、それから2018年に開催されています。その最後を飾る大合唱です。本当にすごい大合唱ですのでお楽しみください。では映像よろしくお願いします。Oh, no.
なんか最近こういう、すごいですね、なんというか、あの映像見なくなりました。本当にもう指揮者は、ね、客席に置くしかないという。しかし350人、それの割に揃ってるのが不思議。いやーすごい、なんかいや、やっぱ男性らしいよくご存知ですよね、歌ってる方々が、ね、うん、まあ、名曲中の名曲ね。え、私この間で雪と花火振ったんですけど、ね、ああいいですね、花火にはこだわりがありました。あのうちは片手の後ろ突きからの、はい、あのハーモニーも見事でしたね。まあ、あの多田先生 の、 その、まあ、映画監督を、ね、目指される、そのいわゆるすごく情景描写的なところですごく和声が美しい作品だと僕は思ってるんですけど、その、なんていうかこう聞いてると、あの赤とかね、黄色とか緑とか青とか、そのいろんな色が見えてくるような、ね、感じですよね。雨もなかった、まあね、でもね、350人バックに歌うソロってなかなか気持ちいいでしょうね。これは絶対。さっきの白鷺もそうですけど、うん、やっぱりあの雨もね、一度はやりたいソロの一つになりますしね。ましてやこう、ね、あの350人の代表でしょ。うん、爽快でしょ。いや、でも気持ちよかったでしょう ね。本当にぜひあの第2回まで、ね、フェスティバルされたということが、うん、2020年がなんか中止になっていると伺っているので、ぜひ、ね、来年なんか復活できるといいなと思いますね。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。以上、10団体。これで前半といいますか、3分の1が終わりました。引き続きあの2部の方に参りますので、またご期待ください。